おはようございます。今が旬の柿をいただきます。柿が大好きなんです。なんか売れてて美味しそうですね。ヨーグルトを準備します。シリアルを加えていきます。あと熟した甘栗を加えていきます。ブルーベリージャムを加えます。最後にオリゴ糖をたっぷりかけます。あと野菜サラダを作っていきます。水菜とグリーンレタスです。カットして水切り器で水洗いします。ぐるぐる手動で回して水切りをします。洗った野菜を盛り付けしていきます。生ハムを加えてカニカマを加えます。あとトマトですね、これをカットして加えていきます。はい、野菜サラダが出来上がりました。今朝はチーズピザを焼きます。いただきます。とろーり焼けたチーズピザ美味しいです。野菜サラダにはごまドレッシングとイタリアンドレッシングをかけます。新鮮な野菜サラダ美味しいです。体に良いと言われるヨーグルトは毎朝欠かせません。あとプリンもほぼ毎朝食べてますね。この牡蠣は本当ジューシーで美味しいですよ。完食しました。皆さん元気でね。またね、バイバイ。